皆さんこんにちは。はい、ぽちゃんもこんにちはって。はい、先日は、生放送でね、ライブをやったんですけど、その時にね、チャンネル登録者様2万人をね、達成する瞬間をね、皆さんと共にすることができて本当に幸せでした。たくさんのね、お祝いのメッセージだったり、それから、スパチャをね、投げてくださったり、本当にありがとうございました。ここにね、お礼に行くことができなかったので、改めてね、この場を借りてお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。もうね、チャンネル登録者様2万人達成するのに、もうかなり時間がかかって、もうね、だいぶ前から、皆さんからね、もうすぐ2万人だねっていう声をいただいていたりとかしてたんだけど、なかなかね、チャンネル登録者数が伸びなくて、まあそれが全てだとは思っていないし、でもね、一つのね、2万人っていうね、数字にはすごく憧れがあったので、今回ね、無事に達成することができて、本当に、嬉しく思っております。で、それでライブの中でね、2万人達成した時に、なんかお知らせがあるので、楽しみにしていてくださいっていうお話をね、させてもらったと思うんですけど、ついに、この情報をね、解禁することができます。ということで、皆さんにね、今日は、ご報告をしたいと思います。何かというと、フレンチブルドッグのポルコチャンネル、チャンネル登録者数2万人達成を記念して、今回、オリジナルグッズをね、作成いたしました。イェーイ、ヘイヘイ。もうこのグッズなんですけど、もうかなり前から準備をしていて、もうどのぐらい前だろう、もうね、もうとにかくね、結構前から準備をしていました。で、2万人達成したらね、解禁しようって思ってて、もうみんながね、喜んでくれるようなグッズたちをね、制作するのに一生懸命頑張っていました。でね、今回何を作ったかというと、YouTube のね、概要欄にある、この動画下の説明欄、概要欄に、リンクしてあります。で、今までは T シャツ、オリジナル T シャツっていうのを作ってたんだけど、まあその T シャツ以外にもね、パーカーだったり、スマホのケースだったり、ステッカーだったり、缶バッジだったり、あとなんかね、とにかくね、いろんな種類のグッズを作りました。なので、ぜひ、もし皆さん気に入ってくれたものがあったら、ぜひね、チェックしてみてください。制作にあたって、プロのイラストレーターさんにね、何人かにお願いしていて、妥協したくないので、かなりね、時間をかけて書いていただいて、それでやっと完成しました。でね、やっぱり著作権の問題もあるので、手数料っていうのがね、かかってしまうんですけど、その辺はちょっとご了承いただければと思います。でね、今日は、いくつか私もね、グッズを買ったので、もう全部買ってたらもう大変な値段になってしまうので、気になったものっていうのを、自分でも購入してみたので、それが届いたので、皆さんにもね、紹介してみたいと思います。まずはですね、こちらの T シャツです。じゃ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 ーん。もうイラストがめちゃくちゃ可愛いので、本当に見てください。それでは、T シャツ、ドッカーン!じゃじゃん!見えないかな?じゃじゃん!見えますかね?ちょっと待ってください。今ぐちゃぐちゃになっちゃった。ちょっと脱ぎます、これをね。はい。こちらの T シャツ。すっごい可愛くないですか?ぽーちゃんがすごいビッグになっていて、で、私がね、ちょこんといるんですけど、まあなんか私よりもね、ぽーちゃんの方がもうビッグサイズで、で、ポルコ&ディアーって書いてあります。こちらがね、何種類かイラストの種類があるんですけど、まず一つ目はこちらですね。すっごい可愛いでしょ?めちゃくちゃお気に入りで、それでこだわりをね、すごく詰め込んだイラストになっております。まずね、表情が、このくしゃーってしたような大きい口ガハガハの時の顔が大好きなので、まあそれにね、似せてくださいっていうことでイラストレーターさんにお願いして、まあ何回か修正を重ねた上でこの、ぽーちゃんが出来上がりました。そして、私なんですけど、見ての通り、
これね、あのカッパのなんてかぶり物、私はよくかぶってるんですけど、それにねぐるぐるメガネをいつもねつけてたまにこう撮影したりしてるんですけど、そのトレードマークのねカッパとぐるぐるメガネを描いていただきました。それでなんといってもね、もう何年着てる、もう 5,6 年以上着てるパジャマ、もう皆さん、あの動画を見ている皆さんだったら多分お気づきだと思うんだけど、このねパジャマ私がよくあの動画内でね着ているパジャマですね。これも本当にあの細かくね見せてくれて、もう完全にね、あの顔はめちゃくちゃ可愛くって、なんか申し訳ないんですけど、本当に可愛く描いてもらって、で特徴もねいっぱい掴んでもらって、本当に素晴らしい絵が出来上がりました。もうめちゃくちゃ気に入ってます。ということでね、この T シャツ、これはね L サイズ私は買ったんだけど、あのちょっとねダボっと着るのが好きなので L サイズを買いました。でカラーとかサイズっていうのは、あの購入時にねサイズもあのすごいいっぱいあるし、ちっちゃいお子さんから大きい方まであのサイズがご用意してあるし、あとカラー、この今ホワイトの T シャツなんだけど、このカラーバリエーションもすごくとても豊富なので、もしあの購入するってなった時に、購入時にねカラーとサイズのあの設定ができますので、ぜひあのチェックしてみてください。それからですね、はい、次がこちら、私はねパーカーも買いました。パーカー、ピンクのパーカーすっごい可愛い。ここにポッケがついていて、で生地もねしっかりしてます。で、これはね L サイズです。パーカーもね L サイズで、結構あのダボっと着たくてパーカー買いました。でこれはねデザインがどこに書いてあるかというと裏です。でこれもね新しいデザインなんですけど、紹介します。じゃじゃんじゃーんポーちゃんポーちゃんだよポーちゃん。この、手足足手のね、あのフレブル特有の座り方、これが本当に大好きで、あのこの座り方でねポーちゃんを描いてくださいっていうことでお願いしました。そしたらねこんなに可愛いイラストが出来上がったのもうすっごくお気に入りですぼーちゃん、ぼーちゃん絵になったよ。ね、すごい可愛いでしょ。そうそうそう。で、この、パーカーはこれ、背後にね、あります。だって帽子があるのでちょっと隠れちゃうんだけど、帽子をかぶったらぼーちゃんピヨンって出てくる感じ。すっごく可愛いでしょ。で、私はピンクの L サイズを買いました。もう本当にこれから、秋からね、冬にかけて、着たいと思います。今はねちょっと暑くて着れないかもしれないんだけど、寒い時期にねこれをダボっと着たいと思います。めちゃくちゃ可愛くてびっくりした。それからですね、ちょっと小物を買ったので小物も紹介したいと思います。じゃじゃん、グラスさっきあのご紹介したデザインでグラスも作りました。可愛いでしょこれ。これ可愛いでしょめちゃくちゃ可愛いよぽーちゃん。これグラス、これ私あのこれでねお茶を飲みたいと思います。グラス本当に可愛い。皆さんぜひチェックしてみてください。このイラストが本当に可愛くって、あのちゃんとね綺麗にプリントされております。はい、それからさっきはねグラスだったんだけど、こっちはねマグカップ買いましたこれはさっきあの出てきたイラストです。もうしっかりねプリントされていて、とっても綺麗に仕上がっています。これも本当にあのお気に入りです。私の大好きなカフェラテをねこれで飲もうかなと思います。はい、それからステッカーですね。でステッカーなんだけど、ここでねまた新たなイラストが、はい、登場します。まず新しいイラストね、じゃじゃん、チンスリポーちゃんめちゃくちゃ可愛いでしょ。それであのちゃんとかたどってあって、剥がすとねこのイラストの形にあの切り抜けますので、これをね好きなところに貼ってあの楽しんじゃってください。それでねポーちゃん、チンスリしているポーちゃんの横になんとね嫁がいます嫁もしっかりあのデザインしてもらって、
なんかチンスリしてるのを恥ずかしそうにね、こう見てるっていうイメージで書いていただきました。で、嫁の隣にはね、私またぐるぐるメガネのね、私もいるんですけど、もうこれも本当に可愛く出来上がってます。もう本当に可愛い。ポーちゃんね、もう思い出ですよね。本当に良かった、書いてもらってって感じです。本当にお気に入り。それからさっきご紹介した、このデザインのね、ステッカーも作りました。これもね、ちゃんとかたどってあるので、剥がすとね、このイラストの形に切り抜けます。はい、すっごくかわいい。これどこに貼ろうかなっていう感じ。それから最後にね、缶バッジも買いました。缶バッジはね、3種類買った。このさっきのこのイラストの缶バッジ、めちゃくちゃかわいいです。これはね、トートバッグとかにつけようかなと思って、サイズはね、3種類買いました。全部で4種類あるんだけど、小さい順から3種類買ってみました。だからこんな感じ、大きさだと。そう、このデザインの3種類を買いました。もうこれはトートバッグとかにつけて、一緒にね、お出かけしたいなと思います。もうとってもね、素敵な、グッズができて、ぜひね、一人でも多くの皆さんに喜んでいただけたら嬉しいなって思います。もうかなりのね、時間をかけて作ったのと、2万人記念ということでね、前々から一生懸命準備して、2万人達成したら、解禁しようって思ってたので、もうこの日がね、やっと来て本当に嬉しいです。ということでね、ぜひこの概要欄からね、リンク飛べますの で、今ご紹介したグッズの他にもね、たくさんあります。スマホケースがあるんだ。そうだ、スマホケースもありました。ちょっと待ってください。ごめんなさい、紹介し忘れるところでした。それからね、私が今使っている携帯の機種のスマホケース、クリアスマホケースを買いました。これがやっぱり一番私お気に入りで、このね、クリアケース買った。これを今使っている携帯につけたいなと思います。こんな感じで、ここにね、アップルの文字が来るように作りました。すっごくとにかく可愛いんで、ぜひ皆さんのね、お手元に届きますようにっていう感じで、もうぜひ皆さんチェックしてください。で、スマホケースに関しては、使っているスマホの機種、まあ、いろんなね、種類選べますので、購入時に設定できるので、ぜひその辺もね、気をつけて自分の使っている機種を買ってください。ということでね、もう本当に解禁できて嬉しいんですけど、皆さんもね、喜んでくれたら嬉しいです。で、もしね、グッズ買ったよとかね、ご報告いただけたらすごく嬉しいので、ぜひお待ちしています。で、これからもね、ポーちゃんと一緒に頑張っていくので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。もうやっと2万人達成して、もう本当にやっとの思いだったね、ポーちゃん。かなりね、時間がかかってしまったんですけども、本当に、まあ、これまだまだね、これからなので、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。もうめちゃくちゃ可愛いので、ぜひチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。